草方角は流動性を持つ砂漠の緑化方法の一つである。砂漠の地面に埋めた藁の低い柵で砂流の飛散による地面の移動を防止して、これに続く牧草や植樹等の植物が定着できる安定した土地を作り出す。草方角の造成準備物、藁、スコップ、できれば豆科の牧草などの種作業手順、砂漠の風上側斜面中腹を選ぶ。 大砂漠では風によって移動する砂丘によって小さな山や谷が作られるが草方角を有効に機能させるためには山や谷、風下側斜面は適さない草方角を作る地面に約1メートル間隔で格子状に線を引く引かれた線に直角に藁を並べスコップで線に沿って藁の中央部をまっすぐ地面に突き刺していく藁は地面に対して ほぼ垂直な低い柵となる。この時、種があれば、線の上に巻いて、藁と一緒に地面に突き込むようにする。重両方向のすべての線で藁が突き刺されれば、作業は完了する。必須ではないが、同じような、長さの藁束にして揃えておく場合もある。格子を2メートル間隔とする場合もある。風によって吹き飛ばされる砂流を藁が作る小さな柵が抱き止める。 無数の細かな砂流の飛散によって、砂丘全体が長い時間をかけて移動するが、まさしく草方角を設けた斜面では、砂の移動が制限されるために砂で構成される。地面が安定して、形を変えることはなくなる。藁のような隙間のある斜平物は、砂流だけを効果的に補足して、風は通過させる。もしも、板状の柵であれば、風下側で、風が渦を巻いてしまい。 短時間で柵の根元に穴を作って柵そのものが固定できなくなってしまう。通常の砂丘の山部分は風で押し流され風下側の斜面を経て谷へと移動する。また同時に風上側の斜面から砂が運ばれ新たに砂丘の山を作る。砂丘全体の移動はこういった小さな砂の連続的な移動によって行われるが草方角を設けた風上側の斜面では 砂の移動が制限されるために、風上側の斜面の砂が新たな山を生み出すことがなくなる。つまり、風の力によって砂丘の山が削られて谷が埋められ、その後、山がしばらくは生まれないために草包角を設けた斜面を残して、ほぼ平坦な地面が一時的に作られる。草包角だけでは一時的な風色対策でしかなく、長期にわたって、 砂漠の砂を固定しておくには早期に緑化を行い、草放角のような人工的な処置に頼らなくても済む、緑化環境に作り変えられる必要がある。緑化には水が必要であり、香水や土壌水、場合によっては山水などによって十分な水が得られる場所でなければ、草放角以降の牧草や植樹林などが育たず、草放角の効果はやがて失われて、 元の流動性を持つ砂漠へと戻ってゆく。ありがとうございます。